まあこれあのうつ伏せのポジショニングで撮ってます。でまあイサギさんってさこんだけしか見えないんですよね。でこれ心臓です。心臓の大きさはまあ正常、肺やはちょっと微妙、なんか白っぽく見えるけど呼吸早かったじゃないですか。いや息吸った時はさ黒っぽく見えるけど息吐いた時は白っぽく見えちゃうからそのせいじゃないかなと思います。白っぽく見える肺が悪いとかじゃなくてね。でなんでかっていうとこの横向きで見るとこれ頭ですね、少し不整合があります。これビシッとまっすぐなってなきゃダメ。ちょっとこっちで下が上に上がってますよね、はい、奥は下に下がってちょっとだけ不整合がある。そんなひどいのではないと思いますけど。でこれが胸ですね。でこれが心臓で、ここで見ると肺はきれいに見えてまして、あの心臓があってこれ肺動脈、高大静脈とかこれ気管で、気管支で割とこれでウサギさん正常範囲を知ってるんで、だからこれが呼吸だろうなと思います。でここは横隔膜ですね。ウサギさんってこれだけの体があってさこんだけしかないですね胸が。でこれお腹の中でこれ胃です。めっちゃ大きくなってますよね。であと普通盲腸粉があるわけなんだけどほとんど盲腸に分解がない。胃にガスがあってこういうとこガスがあるだけで、ウサギさんってお腹の中のね3分の2ぐらいは盲腸なんですよ。でそこに絶えずうんちがある、しょっちゅう食べてて、そこのも胃はもうなんかパンパンになってる。でガスが溜まってるから、あと腸にもガスが溜まっててなんか盲腸の分解がないな。たまたまだけどこれ腎臓、どっちかの腎臓が見えてますけど、腎臓の形はこの空豆みたいなやつは正常範囲かなと思います。からちょっと歯はおかしいけど頸椎とか胸椎とか腰椎とか股関節とかはまあ正常範囲に映ってるかなと思いました。うん、だからこのレントゲン見させてもらっても動いてなさそうだなと。でも5つだけでも出たのはまだいいけどね、というところだから多少は動き始めたのかもしれない、5つ出たってことは。だけどご飯はまだ全然食べないから柔道食をちょっと要は栄養補助、点滴だけではちょっとお腹は動いてくれないんで、だからやっぱり点滴プラスああいう胃腸が薬プラスちょっと実際にも食べさせてあげた方が動くんで、本当の物理的な医療室の方は食べさせないのもすぐ手術しなきゃダメだけど、ウサギさんって物理的医療室ってよっぽどないから食べさせてます。で一応ね